こんにちは、スプレーアートでノベラちゃんと梅ちゃんです。傭兵に質問です。はい、コメントで海外に行きたいけど怖くてなかなか行けないコメントあった、はい、海外に行きたいけど海外に何勉強しに行きたいの、遊びに行きたいの、ただ海外に行きたいって行けばいいし、雪がないから、雪がないから行けないって、うん、そう、まあ雪がないってことはなんかいろんなことが不安ってことね。何やるにも最初は不安だから、うん、まあ、海外に行くでもなんか新しいこと始めるって言っても多分全部不安だから、まず海外に行く場合最初に行きたい場所だけちょっと考えて、理由とかいらない、行きたいと思ったらチケットを買います。おお、はい、それでおしまい。それでおしまい、うん、迷ってるの結構時間の無駄だから、うん、もう行きたいんだったら行っちゃえばいい。だからチケット買う。そうしたらその後にいろんな問題が、あ、これどうすればいいんだろう、それでも行くっての決まってるから、うん、解決するために調べ始めるから、やるって決めないと、あ、これどうなんだろうって不安を探す。なんかこの国危ないとかって、ね、そうだから最初にチケット買えばもう心は決まってるから行くって。すごい、ありがとう傭兵先生。イエーイ、まあ、他の質問があればコメントしてください。うん、っていうかベロも海外行くって言ってて、ロシア行きたいロシア行きたいでずっと言ってたけど、行けばいいじゃん。買わない。私2人で行きたい。買えばいいじゃん、二人のチケット。いいの？ダメ。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。アディオスアミゴ。